1000。極厚ですね。いいなー、いいねー、分厚いね。大盛りご飯。はいどうも、楽しいおいしいご飯。なぜ大きい声出しちゃいました。はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今回ですね、いきなりステーキさんにいきなりステーキ行ってきましたよ。お久しぶりのいきなりステーキ。美味しかったな、美味しかったな、最高でしたね。木島市場の最高記録、新記録打ち立ててきました。新記録でした。美味しく最後までね、美味しくペロッとペロッペロッペロッと行ってきましたからね。ペロリンチョ、めちゃめちゃ美味しかった。ペロリンチョ1000です。1000です。めちゃめちゃ美味しかったです。最後まで、もうお腹いっぱいで食べれないなってことなく、美味しくいただけた。美味しかった。いきなりステーキの 1kg、1000g の動画です。どうぞ。はい。まだ焼いてます。まだ焼いてます。レアです。レアでお願いしました。聞こえましたか？中ご飯も大盛り。さっき言いましたよ。じゃあさっきも聞こえました？注文するときに肉の塊は取らせてくださいと。ただ焼くときは開いていただいて大丈夫ですよと。開いても大丈夫ですので開いちゃってくださいねとお伝えしたんですけれども、店員さんが気を使ってくださったんでしょう。丸ごとそのまま丸々カットなしでこんな分厚い状態でね焼いて出してくださいました。どうでなし、ありがとうございます。サラダからいきますよ。あ、じゃあサキスープ飲んだ。サキスープ、これドレッシングは玉ねぎのやつだね。玉ねぎ、いきなりドレッシングだったの。玉ねぎのやつをこうまんべんなくかけてフォークを上手に使って力ポロリポロリとこぼれますけれど、キジマとしては比較的上手に使って野菜を食べてる。口からパンジレートは人参のピロッと吸い込んでね、人参のピロッと吸い込んで食べましたよ。この時僕は美味しかったね。まあ、このフォークがね使いやすくて、いきなりステーキさんのフォークは黒ウロン茶復活、いきなりステーキ黒ウロン茶復活してます。まだ知らない方、あ、言ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。プロウロン茶、プロウロン茶復活しますから。僕は、ゴールドカードですからね。ゴールドカードで、行くたんびに無料で、ソフトドリンク一杯、いただけるわけです。それでプロウロン茶をお願いしました。氷も入ってますね。そこにプロウロン茶ペットボトルから出して。いやー。肉がね、またな、美味しかった。分厚くてね、最初こんぐらいでよろしいでしょうかってこの持ってきてくださる時ね、1キロの肉を1キロ実際にオーバーしたんですけれども、店内沸きましたよ。店内が沸いた、非常にざわつきました。隣空席、その隣かなのカップル、もうね、おい、なんだありゃと。うわ、すごいわね。すごいなっていう感じでね、もう沸き立ちました。あー、美味しそう。美味しそうだな、この肉。沸き立ってましたね。それは僕もね、普通に食べに行って、隣でこの太ったおじさんがこんなでっかい塊の肉を食べるのかと思って見たらびっくりするでしょうね、確かに。それは沸きますよ。あー、美味しそう。あー、嘘。また肉食べたいな。
肉いいな。やっぱ肉だね。そう、やっぱ肉。いや、トッピングは入ったって、ニンニクに転写トッピングで意味です。そうです、やっぱ肉なんです。で、トッピングはいつもブロッコリーにチェンジしておくんですけれども、今回は初めてソテーニンニク、これいいね、すごい美味しかった、ニンニク美味しかったです。これ僕おすすめだね。誰かに会ったりとかそういうのがなければね、このニンニクでいきましょう。これからは僕はニンニク気に入りました。まあ元々ニンニク好きだから、フライドも好きだけど、このソテーのニンニクも大好きだから最高だったな。で、ご飯も大盛りセットにしてますからね。これサラダもスープついてくるわけです。サラダもスープね、たまらんよね、こんだけの塊を。あの上についてるまたバターが美味しいんだもん、本当に。バター最高っす。もう一回つけるもんね。あれだけ、あれだけもっと欲しいね。もっと欲しくない。ご飯も大盛りにしやがったよ、本当。こんだけの肉の相手する米の量ですからね。それはもう大盛りじゃないで、小盛りとか普通だとそれ相手になりませんよ。一つのチーム、それこそワンチームになれないです、小盛りだとね。すごい、すごいっすよ。切ってもまだステーキの、ステーキを切ってもまだステーキの厚みあると思う。とんでもないわ。うわうわ、こっち側からの景色もやっぱいいな。その切って食べた時の岸本君側から見る、それもいいですけど、こっち側カメラ側から見るこの肉の断面もやっぱいいな、素敵だな。やっぱ男は肉ですよ、男は肉。いや、男、まあ僕はそう思う。まあ、こういつもこうです。何かのソースとかじゃなくて、基本的には塩と胡椒。いきなりステーキさんがどうのこうのって話じゃなくて、どこ行っても家でもタレとかよりも塩胡椒、肉には。焼肉の時なんかも塩胡椒が一番好きかもしれない。なんだかんだ言ってやっぱ塩胡椒でやっぱ食べるのが一番好きだな。前々から言ってるけどね、あれなんですよ、だからいつか人間じゃ死ぬじゃないですか。それがいつかはいつかわからない。明日かもしれないし、明後日かもしれないし、1年後、5年後、10年後、100年後、それを考えた時にですよ、なるべく肉を食べていたい。なるべくですよ、絶対にってわけにはいかないけど、なるべく肉の数を増やしていきたいの。なぜかっていうと、最後の天国か地獄かどっか分かりませんよ、どっか行った時に三途の川渡ってさ、いや渡ってそんなのがあるかどうかも分からんけど、その時に誰かと話した時に、誰かじゃない何かでもいいよ、物語した時にさ、質問し合った時にですよ、まあ、どちらかいらっしゃるんですかみたいな話をした時ですよ、最後何を食べたのって、あんた最後何食べてたって話に絶対なるから、なるでしょう。その時にね、僕はなんだろう、ニンニクが美味しいって話したな、今な。そう、美味しかったんだ。ニンニクでいこうかなと思ったもん、この時に。この前からだよ。非常に合うから。だからその、いずれ、ね、いずれその、どこかで誰かと何かと話というか、交流した時に、あんた生きてる時最後何食べてたって話をした。あー、嘘。あー、唾液が出てきた。また唾液が出てきた。そう、だから話をした時に、僕はね、やっぱ肉だったって言いたいの。そこは何かのサラダ、葉っぱだったとかいう話もしたくないし、したくないって言ったらおかしいけど、魚でしたとか、なんかちょっと照れくさいじゃない。寿司食べて魚食べて、いやまあいいよ、それはそれでいいんです。それ僕は絶対反対だとか言うわけじゃないけど、僕はですよ、石間春樹は、いや、最後、肉食べてましたよ。
てたよ。なんてた今わからんわ。自分自身でわからんかったよ今。まあいいや、だからその最後の最後に、僕は木島春樹は肉を食べてきました、食べていました、食べてきましたっていうふうに言いたいわけ。これはどうしてもどうしてもそっちにしたい。もしかしたら僕嘘つくかもしれない。その時、その時初めて嘘つくかもしれない。野菜食べてたら肉食べてたって言うかもしれない。言っちゃうかもしれない。そんぐらいなんですよ。いや嘘つけないかな。ダメだなそれ。なんだ、さっき話した話だ。そう、ステーキを切ってもまだステーキのやつ。すごいですか、これ。ステーキを切ったっていうのはまだちょっとしたね。ちょっとしたお店のちょっとしたステーキ。ああ、いいよ。ステーキを切ってもまだちょっとしたお店のちょっとしたステーキの大きさ、厚さがありますから。あるんですよ。ああ、この焼き方も最高だな。最高だ。おいしそう。ニンニクもこれ。そうそう、だからそう。どっかでね、どっかで誰かにと何かと分からんけど、その話をした時に、僕は最後は肉を食べてましたよと、最後も肉を食べてましたよと言いたいの。これはもう若い頃から僕は変わらんよ、この考え方。考え方も今のところね、これが70、80、90、100歳ぐらいになっていいよと違います。今の木島くんはね、100歳になったって木島くんですよ。木島くんは死ぬ時は最後何食べてたか、僕はタバコ、僕は煙を吸ってたんだって言いたいって言うかもしれない。もしくはイワナを食べ、もうイワナも何でもいいや、ブロッコリーでもイワナでも何でもいいけど、肉以外の何かをね食べてたんでって、食べてたよっていうふうに言いたいかもしれないね。塩水ベロッと飲めましたよでもいいですし、浜亀パマ亀のね空っぽげた素揚げのやつを食べてたって言いたいなっていうふうに言うかもしれない。プチむっちゃうかもしれないし、牛むっちゃうかもしれない。だから僕の今の僕には分からない。先のことはね、なかなか分からないよ。人生なんちゅうのは。昨日のことは分かるよ。いやでもだいぶ忘れるようになってきたな。だいぶ忘れるようになってきたな。それはある、確かにあるな。あるけれども、明日のことよりは昨日のことの方がよく分かるんですよ。30分後、1時間後のことの方が10年後のことよりは分かるんです。そりゃそうです。何の話ですか、何の話か分かんない。ただ今のところ、そうそう、今のところは僕はこの肉を食べていたい。いや美味しかったもんな。ニンニク、玉ねぎ、それすごいかけてないですよ。塩コショウだけですよ僕は。今こう食べてたばっかりなのに、ばっかりって言ってもこれ2日ぐらいも経ってますけどねなのにやっぱこれ見てると食べたことあるもんな。これが肉の力ですよ、肉の力で。あれごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ビール飲みますね。ごめんなさい、飲みながらやってますけど、いきなりステーキたくさんお店なんか閉めるらしいですね。いきなりステーキがたくさんお店を閉めるらしい。これ残念だよな、残念だな、本当に残念と思う。この僕この今食べてるこのお店もう閉まっちゃうんですよ。閉まっちゃうんですけどね。店員さんたちも非常に優しい方、接客も非常に丁寧ですし、見た目もイケメン、綺麗な方、綺麗な女性、イケメンの男性たち揃いで、なんていいお店なんだろうなと僕も非常に気に入ったもんですから、ああ閉まっちゃうの残念だな、残念だなって思ってね。こんなもう社長なんかこのエプロン見てよ、こんな笑顔でおーいってやってんのに。まあね、クラップ&ビルドっていう子供もね、まあそりゃそうでしょう、ね、でもこのお店のこの人たちにまたこうやってどっかでまた違う店舗行った時にね、お会いできればいいですけど、非常にいい方々ばっかりでした。次どこで、ね、
仕事するんだろうな、大変だからな、ほんとな。で、その社員の方は違う店舗移動とかあるんでしょうね。アルバイトの方でも近くの店舗で移動とかだったらそういうのもありっちゃうんだけど、また勤務地が離れたりとかしてね、大変でしょうしね。だったらすいませんけども、この閉店のタイミングで私は離れさせていただきますってなる方が多いでしょうから、いろんなことがあるのが人生だとはいえですよ。まあ、その経営も大変でしょうね。立てたら立てたら全部が全部成功するってわけじゃないからな、そりゃそうなんでしょうけれども、いや本当にこのお店の店員の方々皆さん、素敵な接客と素敵な楽しい美味しい時間のこのためのバックアップしようと思ってもあれじゃないと思いますけど、いやでも本当にありがとうございました。お世話になりました。去年からかな、だから僕が何回か行くようになったのは、いきなりステーキにね行くようになったのはそうでしょうけど、もうなんかこのお店しか行ったことないからね、僕はね、正直言って他のいきなりステーキさん行ったことないからね。そう、食べ始めるとあっという間なの、あとこんだけしかないんだから、もうちょっとしかないんだから。早いんだよな、肉はな、食べ始めるとなくなるのが早いんだ、肉は。朝のスタッフの皆さんありがとうございましたって話でした。こっからですよ、この油の美味しそうなところに、いよいよこの油の美味しそうなところに行くわけです。さあ、肉のね、このリブロースです。リブロース、赤身のところの美味しいのも大好きですよ。ただね、これもう最後、最初これ3切れ4切れくらい食べてから最後にまた3切れ4切れくらい残しとくっていうふうにしといてもよかったかなと思うけどね、これは思うけどね。油のところがまた美味しいんだよ、本当に。油のところが美味しいんだな。俺も見ててワクワクしてるもんね、自分でね。途中で一回下で口開けてる社長、一ノ瀬社長でした。社長に一口に食べさせてあげようかなと思ってくれたと思う。本当美味しいから。ちょうどまた机のところにぴったり口が開いて待ってんだから、本当に。ちょうど口のところがテーブルの厚の上の方になってるわけです。あっちの上の方になってるわけです。ずーっと食べようとしてる犬か猫みたいに見えるな、ここから見たらな。自分で食べるとき気づかないですよ、それは。ちょうどエチだってのは気づかないですよ。こうやって見るとね、よくペット動画で、面白い動画とかで見る動物たちが机の上の何食べてんのあんたっつってさ、僕にも私にも食べさせてちょうだいよっていうふうにやるときに前足だけ乗っけてとかやるときのさ、あれところよく見てるわ、このエプロンのあれは。ここのエプロンはあれですよ、なんかのキャンペーンごとにエプロン書いてるからね。いきなりステーキ、下にニンニクが落ちたんだな、あれな。あー、また食べたくなってきた。あー、食べたい、食べたいな。もう一回、あ、そうそうそう、もう一回行かんといかんね、近々というか、あれ何月までだっけ、ちょっと電話に、期間でなんかスクラッチが削れるみたいなのがあって、 200g ごとに 200g19 年ありがとうございました。あ、書いてる書いてる。1月14日までに年末ね、食べに行くと200g ごとに、油のところがまた美味しい。そうです、 200g ごとに年末年始スクラッチくじキャンペーン中のやってて、うわー美味しそう、油、そう、スクラッチくじキャンペーンやってて引けるのよ、スクラッチくじが。だから僕1キロ食べましたから、そうするとね、結構いろいろ当ててくれて、当ててくれて、これ外れないらしいよ、確か。それでね、僕は、あれ、なんだっけ、あれよ、肉マネーレジだっけ、肉マネーだ、肉マネー50円分かなんかと、あと、大根のソースとか、カレース、大根ソース大根おろしカレーソースとか、それが当たって、それ僕持ってますから。それどうしてもね、食べに行きたいわけです。
それをどうしても食べなきゃいけないから食べに食べに行かなきゃいけない。それでも必ず持っていきます。必ず行きます。嘘つきませんね。本当にそう。だってカレー食べたことないし。どうしても食べたい。カレーも美味しいんだろうな。あと最近ね、最近というかハンバーグも食べたいからね。ハンバーグ食べたいな。ハンバーグ食べたいな。ハンバーグとカレーソースも合うでしょうね。あー、イケメン席のハンバーグも美味しいんだよな。ワイルドハンバーグね、あれな。近くしたままだったの忘れてたな。あー、本当に流れてきた。どうしましょう。もういきなりステーキが閉まってる時間だしな。閉まってる、もうクローズの時間ですから。今からっていうわけにいかないな。この玉ねぎとニンニクだけ食べるのも美味しいな。エプロンの後ろの紐もちょっとピロンとしすぎたな。結び方おかしいね、ここ。この辺、あれ今気づいた。エプロンの首の後ろの紐の結び方がおかしいな。こんなピロンとなってんのかな、これ。肉運んできた時に沸いたのは、肉で沸いたんじゃなくて、僕のエプロンの結び方がおかしくて、あのおじさんが変な結び方してるよって言ってこれ沸いたの？そうなの？そうじゃないでしょうよ。肉のサイズでしょ。いやー、しかし、でもちょっと焦げてるのね、この肉の端っこの方の油のところが。これがまだいいんですよ。たまらんな。うん、ニンニクも家で買ってきて。やろうかな。鉄板でやろうか。肉焼いて食べるやつ。鉄板で肉を焼いて食べる。ライブでもライブじゃなくて。昔やったな、一回な。もう一回やろうか。牛の肉と、もう鶏肉も入れてさ。鶏も美味しいからな、焼いて食べるのな。どうしようかね。いやでもやっぱピロッとしてるな。もうむしろピロッとしてる。何やってんだよ、木島君。ああ、どういう結び方してくれるんですか。ああ、どんどん減ってく。当たり前だけど。当たり前だけど、食べれば食べるほどどんどん減ってきますよ、注文した肉は。これで、200、ん？これで何だ？7000、金額何？7000何百円。そう考えるとすごいな。贅沢な食べ物だな。やっぱステーキでもね、でも1キロで7000円かな。高すぎるよバカ野郎ってならないですよ。納得するよ。あ、ごめんなさい。納得しますよ。美味しいし。ごめんなさい、またビール飲みます。ビールって言うとビールじゃないですよ。今日飲んでるのは麦とホップだからビールでもないけど美味しいです。何か言ったのかな、何か分かんないです。7000いくら分の肉をね、こんなもうあっという間に食べちゃうんですから。食べ始めたら早いんだ、本当に早い。7000いくらだもんな。最後確かに油の方を残したような気がするんだけどな。まあでも両方ほとんど油の方なんだ。あ、違うな。何か言ったかったで、こうやって乗っけてね。油強めのやつが最後まで乗るから。で、比べてみると油ちょっと弱めのやつがこれ一番最後ラストを飾ってるんです。だったな。これね、食べてみてね、いろいろなそのグラム数食べてみてですけど、これもちろん贅沢でね、1キロすっごい美味しかったんだけど、最終的に僕の意見として、
600、700、800ぐらいの開きなしのレアが僕は一番美味しいなって感じたな。どれもこれも美味しいですけど、頼むなら600、700だな。の開きなしのレア。1キロ食べたいんだったら502万。ああ、500じゃないな。でも600か700ぐらいが一番欲しかったもんな。まあ、そういうことです。600、700の開きなし。レア。これが僕は、リブロースステーキの一番美味しい食べ方というか、焼き方というか、頼み方というか、調整具合。というので、結論づけました。綺麗に垂らしたよ。でもだからこれ以上もう大きいものを攻めるってことはないです。大満足。大満足しました。はい、というわけで、美味しくいただいてまいりました。本当にありがとうございます。初めてね、またそのブロッコリー、コーンでもないブロッコリーでもない、家に行くにチェンジしてみたんですけれども、非常に良かった。何も用事がないとき、誰かに会うっていう意味でのね、そういうのがないときはニンニクっていうのもこれありですねというふうに確信を得た回でございました。いきなりステーキの1キロ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。また明日。